ったく、時間食っちゃったよ。人体実験に凶霊界のヤクザを使ったのは何でだ。生野にそう指定されたからだ。生野からの指定？ああ、アドデック9は実験するたびに死人が出る可能性があった。それで何人も行方不明にしてたらどう隠したって騒ぎになる。だがヤクザ同士の抗争なら何人死んでもおかしかねえ。みんなそういうもんだって思うだけだ。かもな。それともう一つ、生野は罪のない人間に危険な実験はできないってよ。ヤクザなら殺したって構わないって。そもそも創薬センターを潰そうと動いていたのがゼネコンの梶平だ。でその手先になってる兵隊が凶霊界、そいつら死なせたとこで胸は痛まねえとさ。俺がそう言ったわけじゃねえよ、生野が言ってたんだぜ。ええから頑張って喋れやん。ネタなくなったら速攻お仕置きタイムやからな。これ以上何を喋れってんだ。いや、まだ聞きたいことある。なんだと？あんたはさっきモグラの窓口しかやってないような口ぶりだったけど、実際はそうでもないよな。あんたも凶霊界への襲撃に積極的だったって証拠がある。それは覚えてるよな。これあんたが久米をさらった時の防犯カメラ映像。この時あんたが矢面に立ったのは何で？防犯カメラに顔までさらしてあんたらしくもない。ふん。答えてくれよ。あの時はモグラが凶霊界を二人立て続けにやったってタイミングだった。そうなると奴らも警戒が厳重になってもう単独じゃ街を出歩かねえ。うん、そんな状況じゃモグラが一人で凶霊界の人間をかっさらうのはさすがに無理だ。だがモグラは俺以外の人間には絶対に顔を見せねえ。だから俺が手貸すしかなかった。あんたがアムールを出た後モグラは裏口から久米を連れ出してった。アドデック9の実験台は車のトランクに押し込まれて生野のところへ運ばれる。創薬センターへか？いや、センターじゃねえ、違うとこだが、その場所を知ってるのはモグラだけだ。人体実験はそのどこか秘密の場所でやってるってことか？そんなとこだ。じゃあ死体から目がえぐられるのは何で？さあな、それも俺は聞いてねえ。ヤクザ同士の抗争を演出したのか単にモグラの趣味かもな。次は新谷が殺された件だ。新谷は凶霊界のヤクザじゃない。なのにアドデック9の実験台にされたのか？それともあの人は他に殺される理由があった？あいつがやられたのは俺のせいだ。え？久米が死んだ事件で俺は裁判を受ける羽目になった。でもよ、
やってもねえ殺しで無所行きなんて冗談じゃねえ。だから俺なりに保険をかける必要に迫られた。保険？裁判前、新谷と接見した時に俺はこう言ったんだ。もしこの先無罪の可能性がなくなるようだったら、創薬センターの小野を調べろってな。それじゃああんたは一ノ瀬たちとの秘密を新谷に漏らしたわけか。別に一ノ瀬の名前までは出してねえ。小野の名前だけだ。だがまあ連中から見りゃそれも立派な裏切り行為だろうよ。だから俺は新谷にもきっちり口止めはしてた。いざって時の情報だとな。そんな大事な情報だと理解していて、なんで新谷は小野宛に電話をかけた？さあな。だが勝手な想像ならできる。聞きてえか？ああ聞きたいね。新谷はよ、お前に負けたくなかったんじゃねえのか？え？あいつが俺を無罪にした時も、実際に決め手の証拠を掴んできたのはお前だった。新谷はただそのおこぼれで名を挙げただけだ。周りの連中も口にはしないが、みんな承知してたろ。おまけにお前はさらに奴より先を行こうとする。裁判では分からずじまいだった真犯人さえ探し始めた。それを新谷はどんな気持ちで見てたんだろうな。お前が華麗に真相を暴くのを期待してたか？俺にはそうは思えねえ。お前じゃモグラに届かねえよ。どうせヤクザ同士の構想とでも思ってんだろう。でもな、モグラはそんなんじゃねえんだよ。お前より先に真実をつかむ。それができて初めて奴はお前に勝つことができる。じゃあ新谷は自分の手で事件を探ろうとして創薬センターに電話を。俺の勝手な想像だっつったろ。だがどんな理由にせよ結果は同じだ。新谷が小野に近づこうとしたことはすぐ一ノ瀬にも知れた。それで奴は俺が新谷に情報を漏らしたと気づいた。俺としちゃもう新谷には死んでもらうほかなかった。モグラには俺が自腹で金を払ったよ。身代わりの犯人には綾部を選んだ。俺たちはまず奴の銃を手に入れた。その銃を使って新谷に手を下したのはモグラだ。凶器になった銃には弾を補充し、使った痕跡を消して綾部の懐に戻した。一方死体から見つかる弾にはその銃の洗浄痕がつくことになる。するとそこにあるのは綾部刑事の銃で新谷が撃たれたって、紛れもねえ事実だ。結局綾部にはまともなアリバイもねえ。誰かに襲われて記憶がないって、そんな説明誰が信じる。まあな。でもモグラを捕まえてあんたが今の証言をすれば、なんだ、どうした？なんか焦げ臭いな。何？松金組が俺を助けに来た。モグラも一緒かもな。おやさん、ここを出るぞ。立て、羽村。
今すぐ俺を解放した方がいいですよ、親父。松金組は俺が引き上げさせますから。そうすりゃあんたらも助かる望みが。黙れ。厚労省がどうのって話が確かなら、お前も使い捨ての駒でしかねえぞ。連中にしてみりゃいくらでも替えが利くんだからな。そんなわけありませんよ。バカだね、お前は。え？行こう。松金組や、下で火つけとるぞ。上等やろ。頭。ああ、村瀬、敵は何人や。頭。やってくれるやないか。おい、うちの組はいつからこんな武闘派になったんだ。
おやさん、下がってて。今度こそぶっ殺してやる。上がってこいや。おやさん、なんだてめえは。
ざけんな。親父、なんで、なんでこんなこと。さっきのやつがモグラだろう。俺があいつならまずおめえの口をウサギにくるって思った通りだった。そうじゃなくてよ、なんで俺をかばうような真似。お前の話を聞いてて分かったんだよ。悪いのは俺だ。何が。俺が不甲斐ねえばっかりによ。お前は組守るために危ねえ橋を。俺だってそりゃうすうす分かってた。だが知らんふりしてずっとお前の稼ぎを当てにしてた。今さら文句言えた義理はねえよな。つらかったろう。本当にすまん。親父、そんな。だからよ、これがせめてもの俺のけじめだ。親父にそんな責任なんか。それが親ってもんだ。親父。親さん。ダボもう俺はダメだ。早く逃げろ。何言ってんだ。行くぞ。カムロ署の黒岩だ。モグラの正体、黒岩がモグラだ。何？松金組長はダメだった。そんな。黒岩の野郎。え、今なんて。黒岩。こんな夜中に何しでかしたんだ矢神。なんだとお前。ちょっと、どうしたの。どいてください、検事。彼には少し署で話を聞かせてもらいたいんですがね。いえ、病院に行かせるのが先です。必要ないでしょう。十分元気そうだ。医者でもないあなたにそんな判断ができるの。もし何かあれば私が責任取りますよ。責任取るって。いいよ、医者は俺も必要ない。俺なら大丈夫だ。今夜は災難だったな、八神。まだ終わってないみたいだけど。
これ外してくれないのか。逮捕じゃないんだろ。悪いな、今ちょうど鍵が見当たらなくてね。羽村から全部聞いた。何をだ。あんたの正体だよ。センターの副所長を殺したな。ヤクザの目をえぐってきたのも、そして新谷を殺したのも全部あんただ。くだらない話だな。じゃあ取り調べを始めるぞ。今夜あのキャバレーにいたのは何でだ。あんたがモグラだ。今はこっちの取り調べ中だ。否定しないんだな。あなたは火事に気がついた時何をしていましたか。羽村を取り逃がしたのは失敗だったな。口を塞ぎ損ねた。誰が建物に火をつけたか分かりますか。お前はおやすさんを殺した。このまま逃げ切れると思うな。お前もだ。俺の後ろ盾はアドデックナインの莫大な利権だ。そいつを握ってる連中の目と耳がそこら中にある。もしかしたら警察やらの上層部なんかにも息がかかってるかもな。羽村の口が塞がれんのも時間の問題だよ。残念だがもちろんお前も逃げ切れやしない。その前にあんたの化けの皮を剥いで全部暴き出す。あんまり張り切りすぎんなよ、インチキ弁護士。黒岩さん、お電話入ってますが。おお、そうか。自分変わりましょうか。いや、ちょうど終わったとこだ。今夜キャバレーで起きた火事は東上会と強霊会、暴力団同士の抗争によるもの。こちらの八神さんは偶然そこに居合わせただけだった。ご協力ありがとうございました。じゃあ私がお送りしましょう。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
らっしゃいませ。ありがとうございました。って人？ん？そうだけど。これあげる。何かなこれ。知らない。お兄ちゃんのお友達だって人に渡せって言われた。すぐに開けろだって。さすがは八神さん、見事な危機対応能力ですね。想定される被害への配慮までできている。楽しんでいただけましたか？先ほどのクラッカー、取引相手に差し上げている粗品でしてね。何の真似だ。おっと、申し遅れました。私、こういうものです。おや、ご存じない？そうですか。でしたら景品同盟の子がと言った方が通りがいいでしょうかね。今日はね、ご挨拶に伺ったのですよ。我々なりのやり方でね。あなたのおかげで最近我が同盟の株はガタ落ちでしてね。これ以上あなたに大きな顔をさせておくわけにはいかないんですよ。勝手なことでは、お手並み拝見と行きましょうか、八神さん。
さすがですね。どうやら今日は旗色が悪いようです。参りました、降参です。あ、そんなあっさり。ビジネスにおいては引き際を見極めることも大事だということですよ。あの古賀松久が町のチンピラにコテンパンにやられたとなっちゃ、同盟の威信に関わる。取引相手に舐められちゃいますからね。チンピラはそっちだろ。ということで、あなたの始末は次回ということにいたしましょう。では後日また。結局因縁つけられたままかよ。八神さん。八神さん。
けっての。時間食っちゃったよ。しばらく寝とけっての。仕方ねえな。時間食っちゃったよ。運命です。はい。ああ。わかったよ。
見失った。
ん？やばい、見失った。見失った。
八神さん、杉浦。海藤さんはあの後どうなった？何日か寝れば大丈夫だって。モグリの医者に見てもらった。銃で撃たれてたからさ。闇医者なんてよく知ってたな。海藤さんから聞いてね。昔よく世話になったって。普通の医者じゃまずかったのか。僕もそう思ったけど、海藤さんがめんどくさがってさ。入院してる場合じゃないって言うし。そっか。そっちも大変だったんでしょ。
教令会のキャバレーが焼けたって聞いたけど。ああ、他にもいろいろあったよ。八神さんも少し休んだ方が良さそうだね。もう行くのか。海藤さんのことを知らせに来ただけだから。八神さんの無事も確認できたし、僕も今日はもう限界。そっか、お疲れ。え？誰？え？あ、真冬。まだ寝てた。なんかあったか？モグラの新しい犠牲者が出たの。また教令会のヤクザ。え？場所は松金組の事務所前。わかった。すぐに行く。